はい、それではですねちょっとねグッドチャレンジっていうね考え方についてね、はい、お話を伺えたらと思いますはい、はい、でまあよくサッカーの試合なんかであるのもこうバック外れたりすると「ああ」とかですねありますけど、はい、あれは、まあ、気持ち誰しても分かるんですけど、うん、応援してるんで、うんはい、やっぱりこうヨーロッパと比べると同じようなシチュエーションでもどういうような、うん 観あのーまあ、ただ単にこうシュート打って枠外れて、うんあのー「いやよくぞそのタイミングで打ったよね」とか要はどういう過程を持ってどういうプロセスでそのフィニッシュまで行ったのか、うん、まあゴールキーパーで言えばどういう意図を持ってそのプレーを、うん、試みたのか。 ととかっていうところまで、うんまあ、しっかりこう見てるっていうか、うんうん、っていうところは大きな違いかなっていうふうに思いますよね。あじゃあその「あー」でもあいいチャレンジだったねってね。そうですねいいチャレンジ「あー」の後にでも拍手が起きたりとかでもなんかまあ日本だったらば「あー」うん、あーで終わっちゃったりとか。 そうです、ねはい。その結果だけ見ちゃう。だけども、結果はそうなったけど。うん、いや、これはナイストライだろうみたいな。そういうのはすごく、あの違いは感じる時が多いですよね。これやっぱり、まあ、見てる側もそうでしょうけど。まあ、海外、まあ、ヨーロッパ、特に、やっぱり、そのグッドチャレンジっていう考え方なんですね。はい、で、まあ、僕らもそうです。けどグッドチャレンジっていう。 言葉を使うことはほとほんど生活でない言葉も使ってないからそういう考え方もあんまりないっていうかまあじゃあ逆に言うとあれですよねあのバッドチャレンジっていう言葉は多分ないと思いますもんね。良、うんはい、くない挑戦っていうのは、うん、まあ多分ないと思うし、うんうん、挑戦するとかトライすることは、うんうん、やっぱり全て。 やっぱりポジティブなことなんじゃないのかなっていうふうに思うんで、うん、そうこれね日本の社会だとねはっきり言っちゃうとあんまないんですよねそういう概念がねグッドチャレンジとか、うんうん、ないまあないけどさ日本の,そのサッカーの雰囲気的にはどうですか うん、あいい取り組みだねとかっていう、まあ、そういう言葉はぶ、うんうん、分以前よりかは聞くようになったかなというふうに思いますね。うん、あとね僕ねやっぱサッカーって、まあ、スポーツ、まあ、全般そうかもしれないですけど本当に現実の世界だからあの、まあ、先生の,、ね、あの所属してたチームのですね、はい あのクラブハウス行った時もね、こう壁に貼ってましたけどね。結果が。大切なんじゃないと。結果がすべてなんだって。ありますね。あれ誰が言われてんの。あ、ベンベンゲルね。有名な。はい。監督の言葉ですね。はい。はい。だからね、本当にこうリアルな現実の世界に生きてるなと思います。でね。ある意味ね、社会っていうのはそれと比べると、そこまで厳しくないんですよね。なんだかというと、別にすみませんでしたとか。 言うと済むから会社にすごい損失出しても別に追及されるわけじゃないしねお前損害賠償されるとかされるわけじゃないし別に謝れ済むっていうかでサッカーはね本当すごいなと思うのはニュースでね本当にたまに出ますけど「今日解任されました」とか。 大会やってる最中に解任されて返されちゃう人とかね、これねねね今ままででであんまりなかったすすよ、ねうん、そうです、ね、僕も育成年代でこう海外の大会とか、はい、あのトーナメントに行ったときにありましたけど、うん、あの昨日活躍してたユース年代の選手が、はい、あの今日の試合にはいないんですよ。おうお,うおう であの昨日活躍したあの選手ってどうしたのっていう風に聞いてみると、はい、あのもうトップチームに上がったとか良、うんまあ、ければ上行くしダメなら叩き落とされるってやっぱそういう社会で、うん、やっぱ彼らはやってる。だけど日本はまあ一般的に言うと、うんうん、中学校に上がったならば。 うん、中学校3年間は面倒を見てもらえるユースチーム高校に上がったならば高校3年間はそのチームで見てもらえる、うんうん、まあそれは文化とか背景の違いはあると思いますけど、うんうん、ってなるとベンゲル監督の話じゃないですけど、うんうん、結果が全てっていうのは、うん、まあ必然的に出てくる言葉なのかなって。 っていいう,うに思いますよね、うん、そうするとあのまあ結局これもね僕ねすごい衝撃の考え方だったんですよね。はい、でまあ先生がねこう、まあ、練習の時に、ね、見させてもらった時にねこう、はい、質問してたわけですよみんなに。はい、サッカーはまるゲーム、はい、で、まあ、好きなの入れてって言って、うん、まあみんなそれぞれねいろいろ答えたんですけど、はい、でもね。最後に先生が そうって言われて、はい、本当その通りだなと思って。うん、まあ、よくコミュニケーションゲームとか。はい、まあ、当然サッカーってパスもあるんで、うん、パスゲームとか。うん、うん。あのゴールゲームとか。うん、まあ、あとは時間内で競う。スポーツなんで、タイムゲームとか。まあ、いろんな表現。できますけどね。はい。いや、でも、ね、それ。僕もね、分かんなくて。なんだろうって考えたら、でも、考えたら、全部買い概念なんですよね。 そのシュート入れるとか球止めるとかコミュニケーション取ったってだってルールが一点でも多く取った方が勝ちって決まってんだから確かにそうですねそれを上回る概念は存在しない一点多くこっちは取ってるけどこっちの方が日頃行いが良かったから君の判定勝ちですとかまあまあ聞かない話じゃないですよねだからね本当に超現実だなと思うんですよね その中でやっぱりねなんか一見ね相反してるような矛盾してるような考えだと思うんですよそのグッドチャレンジってまあ結果出てないけどグッドチャレンジってね、はい、やっぱりこの辺もねなんて言うんだろうなまあある意味なんて言うんだろうな、まあ、ヨーロッパの文化って言うんですかね,すね狩猟民族の人そうですね、そ考え方、はい、それでまあ切られる時はバッと切られるし、うん、上がる時はもう。 今日でもバットを引き上げられる。はい。うん、まあ言われる通りあの挑戦なんで多分待ってはいないと思うんですよね。ああそういうことね。はい。あのあ<ー>必ず何か自発的に、うんうん、アクション行動を多分起こしてると思うし、うん、それが自己主張なのか、うん、自分から進んでプレーすることなのか、うんうん、何かできないことに対して、うん、トライをしているのか。 っていうやっぱ挑戦って全ては行動とかまあ考えとかあのも含めてですけど多分受け身の挑戦ってないと思うんで。ってなるとそのベンゲル監督の「あの結果が全て」っていうのはまあチャレンジあるから結果が出るんだよねっていうプロセスを逆に言うとすごくあの重要視したあの言葉なのかな っていう,ふうにも理解はできますよねなるほど今の分かりやすいんですけど、はい、結局考えて行動するしかすることなくて、はい、この3次元って、はい、でその結果として結果が出る、うん、だからまあ先生がやられてるこの「合理スキーム」って、ね、もう名前自体も本当すごいなと思うんですけどね、はい、このスキームっていう中で僕のイメージで言うとその知識とかね英知とか技術とか てて含まれてるゴーリーのスキム、はい、考え方、はい、マインドセットっていうんですかね。うん、がいい考えがあって初めていい行動も生まれる。うん、でその結果として結果が出る。うんはい、だからやっぱりその行動が大事な、うんグッドチャレンジそうですね。うんうん、まあグッドチャレンジ、まあ、あるのみですよね。なるほど。 じゃあ例えば牛丼食べたい、うん、黙ってこの場にいたらば牛丼とて出てくるのかっていうとおそらく出てこない、うんうん、じゃあ牛丼食べたいからじゃあ吉野家行きます吉野家行って、えー、座って、えー、何もしなかったらば多分牛丼は出てこないやっぱり言葉であったり、うん、身振り手振りでやっぱりアクションを起こさない限り 自分の口の中には牛丼は入ってこないおそらく、まあ、分かりやすく言えばそれかなっていうふうにも思うんで分かりやすいですね。うん、と思いますね。いまあよくこういう話は選手には言いますけど。だからやっぱり順番でいくととにかく考えがあって行動いいチャレンジして、まあ、その結果、うんはい、でやっぱりその結果にこだわらない限り 結果なんか別に行動チャレンジしてればこ結果が結果なんかどうでもいいじゃないかってなると考えから結果ると結果にこだわるから家庭にもこだわると思うんであなるほど、うん、まあ逆に言うと家庭にこだわってれば結果は当然こだわるっていうそういう認識。 ですよね。あ、僕ら結局それをやり続ける以外ないんですよね。と思いますけどね。うん。だからただ何となしにとかはまあないですよね。うん。努力しているばとか。うん。だからその頑張っていこうとかあのよくね現場でも試合前とか勝とうぜとかよくエンジン組んで選手たち言いますけど。 まあ大事なのは「どうやって」だと思うし「うん、どのようにして」とか「何を頑張る」とかっていうところの結構大事なところがこう抜け落ちちゃってるコミュニケーションはまあ少なくないですよね。そうやって考えるとそれコミュニケーションって呼ばないですよね。うん、だってそれアドバイスが 家てみたいな感じですね。まあ、そうですね。あのー。家庭って。ロイヤルキーパーに。止めろって言ってるようなもんですよね。<笑><笑>うん、いや、そう。そうですよね。でも、それは。もう、なんか、なんだろう。僕らの普通の生活でも多いですけどね、ね会社とかでもね。うん、結局、面倒くさいっていうか。うん、考えることとか、責任を放棄しちゃってるんでしょうね。うん、あ、そうなん。かもしれない。<か>うん、そうですね。僕らも現場でよく言うのは。あのー、まあ。 グループトレーニングであればあのそのトレーニングの中で、えー、グッドだったこと、まあ、要は良かったことうまくいかなかったこと、うん、バットなことで結構ここで終わっちゃうトレーニングが多いんですよ。あ<ー>だから一番大事なのはネクストだと思うんで<ー>だから次どうするっていう<ー>やっぱり次にどういうトライをするかどういうチャレンジを試みるか っていうのがすごく大事なんで、うん、まあやっぱりグッドバッドネクスト、うん、ここのネクストは、うん、すごく大切なところですよね。うんうん、ああ、それ科学で言うとあれですね、観察分析判断ですね。うん、判断まで届かないと、うんえ、よくあるんですよね。先の雨の話に戻ると、はい、いや雨の日なんか走るとどう思うあどう思うと。 なんか嫌ですねとか、いきなり判断いっちゃうんですよね。ああ、なるほど。はい。これどう思うと、うん、感じ悪いねとか、よく聞きますね。はい。うん、なんか笑えるねとか、あのその判断というか気持ちなんですよね。あのね、まあ若い世代って言ったら語弊あるかもしれないですけど、やばいとか、あのダルいとか、あのまあよく僕らも育成年代のあの現場で。 あの聞く言葉ですけど、うんうん、何もこうあれですよね、うん、判断がないまま言葉がこう独り、うん、歩きしてて、うんうん、でそれが世に受けちゃってるみたいな、うんうん、それはちょっとやっぱそれはちょっとやっぱそれねほんとそうであのー、そう考えると何て言うんだろうね経験ってね大事じゃ今のお話聞いていくと経験って大事じゃないのかなと思ったんですね。 経験というのは要はとか起きてる現象で要はそれをちゃんと観察して分析して判断してるかっていうのが全てであってそれがノウハウであったり知識であったり英知であっていやたまにいろんな人いるんですよねこう世界中いろいろ回って失礼だけどいろんな経験して空っぽの人ってうん。そうなんですね、はい、だから結局考えてないんですよね。 うんうん、ただこうやって景色見てるだけで、うん、でまあそういう人って別に旅行の話じゃなくても苦労してるからって言ってすごい何て言うんだろうなあの、ね H、持ってる人ばっかじゃないじゃないですか、うん、もうちっちゃいとからいろんな苦労していろんな経験してんだけどなんかずっと同じことを繰り返してるみたいな人いるじゃないですか、うんうん、あれ多分、ね、自分で考えてない。うん 観察分析判断のプロセスはしなくて、うん、ただ不幸な目にずっと連続して合ってるだけで,で、ね、川に流れている葉っぱみたいな感じで、うん、なんか偶然海までたどり着いたけど、うん、もう一回同じことやってってとどこ通ってきたのとかいくら聞いてもねわからないってことですよね。そそううそういいすねで、うん、だからあそういうプロセスをずっと するってことそうですねしかもそのリーダーっていう、うん、ポジションでだからやっぱり失点っていう一個の結果に対して、うん、やっぱり経験豊富なゴールキーパーっていうのは結局はそういうサイクルを持ってる、うん、あの選手だと思いますね、うんはい、二度と次のこのようなミスはしないそのためにはどうしたらいいんだろうっていう、うん、多分 あの結果の前の過程に多分こだわりを持つと思うし、うん、まあそれがゲーム中はなおさらですけどあの普段のトレーニングの中で何をこう改善していくかとか良かったことをどう生かすかとか、まあ、そういったところに長けてるんだろうなっていうふうには思いますね。 それも考えると経験豊富ってことはそこまで続けられるっていうことはそれだけ結果出してるってことですよね。そうであのー、失敗はね素晴らしいんですけど、うん、失敗あんまり連続してる人も切られるじゃないですか。はい、でもしまあ要はその PDCA っていうんですかね、うん、トライエラーのサイクルを持ってる。はい、だからこそ結局長く使ってもらえて、うん、結果として経験を持っている。はい ってことですよね,そうですねおそらくあ<ー>、まあ、僕らの指導もそうですしゴールキーパーの経験っていうのもまあ勝ったこととかいいセーブをしたことよりも負けた経験とか失点の数だと思うんですよね。<ー>はい、でそれに対してこう誠実にやっぱ向き合ってどうやっぱりこう自分をコントロールして。 うん、いかに成長してきたかっていうのであのプロの世界であったり、うん、監督であったり関係者からの信頼を得てあの先生が言われた通り長く選手生活できるっていうのはあのすごいことだなというふうに思いますけどね。それはは経験の数の数定義は何かと言ったら 簡単に言っちゃうで失敗の数っていうのは逆に言うとトライの数だと思うんで。なるほど。はい。<ー>そのトライの数っていうのはあのゲームに出ないとトライができないと思うんで確かに、はい、公式戦の失点っていうのは。だから子どもたちにあの点数とらえた時に今日の失点って何で経験できたのかなって聞くと。 あの、ネガティブなことばっかり、やっぱり列挙しますよね。うんうん、はい。でも根本は監督が信頼して、今日君を使ってくれたから、こういう経験できたんだよねっていうところまで、僕はあの、やっぱり話はするようにしてますね。うんうん、はい。だから失点イコールマイナスじゃなくて、マイナスのどこにこうちょっと縦線入れるかで、やっぱりそのマイナスっていうのは、あの。 プラスにもなると思うんでうんまあそういったところは大切にしていきたいなっていうふうに思いますよねまあ、うん、反省会っていう言葉は僕はあんま好きじゃないんであ<ー>まあやっぱりフィードバックですよねはい。